青根温泉は宮城県柴田郡川崎町にある温泉。硫酸沿線、源泉温度は摂氏43度から摂氏56度。胃腸病、神経痛、竜巻。かつて存在した共同浴場を湯。2008年に湯本不防格の内湯として改装、復活した。蔵王連邦東側に温泉街が広がる。以下の宿がある。 暴言は2011年3月31日に閉館。日帰り入浴施設はジャッポの湯がある。足湯は以下の2つある。かつて共同浴場は、大湯、明後湯の2軒存在した。そのうちの1軒であった、大湯は、隣接する旅館、湯元不防格の内湯も兼ねていた。大湯の老朽化に伴い、代わりに日帰り入浴施設が建設されることとなり、 2006年3月15日に、共同浴場は2つとも一旦閉鎖され、日帰り入浴施設、ジャッポの湯がオープンした。しかし、大湯は、もともと、伊達市からの歴史があることから、観光客中心に、復活の要望も強く、地元自治体の支援を取り付け改装し、2008年4月に、湯本不防閣の宿泊客のみが利用できる形では、あるが再建された。 開け湯は1528年である。青抜きの木の下から、お湯が湧いていたことから、青根の名前がついた。病人が、身田の称号を称えながら入湯すると、たちまち病から、全開すると言われた、病後湯である。江戸時代は、仙台藩伊達市の御天湯が置かれた。伊達市の御天湯は他にも東成子温泉にも置かれた。 藩主専用の湯治場であった青根御殿が存在するが、明治時代に消失したものを昭和初期に再建したものである。1959年に青根温泉地内に青根洋館が解体移築された。ありがとうございます。